こんにちは、こんにちはです。はい、今日は行きますよ。今日行きますよ。もういきなり行きますよ。総額100万円分、ヒレガツ缶開封動画の序になります。その1ですね。序破急の序、もしくは1になります。多分1できます。いやー、最近ね、そのヒデカツさんの動画がなかったんですよ。で、ヒデカツさんの動画がなくて、で、いや、頼んだんですよ。ヒデカツさんのマル秘最新作を頼んだんですけど、頼んだんですけど、それ届くのが、なんか今なんかすごい待ちで、立平さんもヒデカツさんも今なんか4ヶ月とか待ちらしいんですよ。で、それを待ってると、こんちゃーみたいな。春になるよって言われて、春までヒデカツ缶の動画、開封動画出せないんですかみたいな。春まで待てませんよみたいな。主に僕がということで、なんとね、じゃあ、勝っちゃダメだよと。絶対勝っちゃダメだよということですね。なんとですね、フエアさんが2月にあるんですけど、そのフエアに出品する予定の缶のレビュー動画を撮らせていただくことになりました。特別です。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ヒデカツプレゼンツ。で、何がやばいかっていうと、この中に、もうなんかヒデカツさん家にあるなんかほぼほぼ全ての最高の缶を詰めてくださいました。やばいでしょ。なんかね、いや、まあ、そのこの企画を考える前に、秀勝さんなんか変わったんですかみたいな。中の調律とか作り方とか変わったんですかみたいな感じで聞いたんですよ。そしたら秀勝さんが言ってました。僕が5月にですね、秀勝の黒虎のレモン大好評秀勝さんのところで発売中の、まあ、めちゃめちゃ人気あるらしいんですよ、黒虎シリーズ。頼んだんですよ。で、それともう全然違うよって。みたいな。半年？ 5 月だから6ヶ月。だいたい6ヶ月。6ヶ月、半年も経ってないのに、全然違うよ、みたいな感じで言われて、嘘みたいなね、形になりました。で、ほら、まあ、とりあえず、まあ、嘘かどうか確かめてみ、ということでですね、100万円分。100万円分送ってもらいました。やばいでしょ。100万が届く。ね。100万届きましたよ、今日。100万が。で、今日は、まあなんかせっかくなんで、序破急ということでね、しようと思って、今日は、この100万のうちの、なんか、すべて6本って書いてある、6本上司の開封動画を作っていきたいと思います。なんかね、言われたんですよ。こんちゃんの動画長いって。一個一個が長いから、なんかもうせめて15分ぐらいの一本にしてくれということで、まあ、ちょっとずつまとめていきます。じゃあ今日はですね。やば。よだれ出るわ。何これ。もうここにね、最新のね、秀勝さんのね、最新が込められてるらしいです。ちょっとね、吹きましょうか。で、最終ね、私が持ってる最強のね、いにしえの6本とね、比べる動画も作りたいんですけど、今日はとりあえず、まあ何が変わったのかというのをね、していきたいと思います。じゃあ見ていきますね。まず、べーん。書いてる。5万4千円の総巻き。やばったん。3万5千円の群青。うーわ。何これ。一つだけ袋に入ってる。3万6千円の天地。3万円のドレミの6本ですって。これは、次回の動画にしましょうか。もう、分かってるね。分かってるね、秀勝さん。やらしいな。ということでですね、今日はちょっとね、これね、まずですね、もうこれだけでもやですよ。3万6千円と、もうお金の話やらしいな、これ2、3万円です。6万6千円。6万6千円と、これが、なんぼ。6万円ぐらい。12万。
15万5千。はい。15万5千円を、今ね、夜なんですよ。15万5千円分をとりあえず、15万5千円分をちょっと拭いていきたいと思います。なんか調律とかも変わってて、全然変わってるらしいんで、まあ、とりあえずね、とりあえずちょっとね、いきたいと思います。今日するシリーズはですね、まあ、秀勝さんで言うと、天地巻きと、そのまま特に巻いてないやつと、総巻きと、群青ですね。いや、群青久しぶりだな。どうなってるのかな。皆さん、いきなり瓦って書いてるわ。いきなり瓦って書いてる。お値段ちょっとこのままにしておきますね。皆さん覚えておいてくださいよ。これおそらくね、そのままね、売れなければね、あれですよ。なんか書いてる。令和神って書いてる。神ってなんだ。神ってなんだ、気になるぞ。じゃあちょっとね、拭いていきます。はいはい。まあ、なんだろう。吹きやすさに磨きがかかってますね。なんかね、この群青ね、なんか今までの群青と違います。まあ、鉛は入ってるんですけど、とにかく軽いんですよ。軽くて吹きやすいですね。ああ、なるほど。こういう風に変えてきたんですね。一応ちょっともう夜なんで、ちょっと最低音でいきます。普通にやばい。ってことはこれベーも。あ、ベーも出やすくなってる。あ、やべえな。ああ、もう。全然違いますね。全然違う。さらに何が進化したんだろう。何が進化したか分かんないんですけど、すっげえなりやすくなってますね。うん、確かに。音量もちょっとやばいぐらい出ますね。まあ、夜なんでね、吹けないですけど。間違いないですね。この瓦の間違いないです。これは、3万5千円か。税込みで、ね。基本ね、買いです。買いやと思います。まあまあ、点数つけていきましょうか、個人的に。まあまだね、最終長めの動画で、ちょっと全部をちゃんとするんですけど、まあとりあえず今日は上ということで、やばいっす。とりあえず、これやばいっす。まずやばいっす。まず一本目やばいっす。ね。売り物なんで。とりあえず、まあ、私の鑑定では一応、おすすめです。おすすめです。まあ、私の鑑定がね、何かって言われても、おすすめ。これおすすめ。まあ、覚えておいてくださいね。これおすすめですね。これおすすめです。これおすすめ。次いきます。僕ね、秀勝さんのね、総巻きって吹いたことないんですよ。もうやばいな、今日。笛屋が見た気みたいな感じですもんね。笛屋が来た。じゃちょっとこれも見てみましょう。あ、そっか。基本的にもう、つつねがバッキバキタイプになってるんだね。ね。だから、霜に浮くって書いてますわ。さっきより重いですね。群青より重いです。やっぱり群青、鉛の分、鉛で前まで重かったんですけどね、鉛が。
群青多分ね、吹きやすさがライトになりましたね。ライトでよくなるみたいな。僕は群青の方が好きですね。これは陸やっけ、ロックって感じ、ね、僕は群青の方が好きです。はい、多分ね、これがでも多分ね、歌口がさっきの方が群青若干ね大きいんですよ。で、僕やっぱちょっと息が強いんでこれは多分ね、どちらかというと女性向きかな。はい、女性向きやと思います。はい、とか、まあ、息弱くて優しい子ね、優しめ吹きのタイプです。結構ごつい系だとさっきの群青の方がいいかな。はい、です。まあ人にね、やっと吹き方全然違うんでね、なんだろう、逆に群青だと息がちょっと入りすぎて嫌って方もいると思うんですよ。まあそのあたりは好みですね。はい、では次行きましょう。なんだこのやつね。これ3万円ですね、これ。何も巻いてないやつね。3万円税込みですね。さあさあさあ、これは何だろう。これは何だろう。これ何だろう。まあ一番おそらくだから、タイプとしては、まあ本をちゃんと、家勝さんは本漆でしてるんで、スタキですけど、まあ、音色が全然違うわ、巻いてるのと。これもロック。ああ、これはあれですね、さっきのこっちと同じタイプですね。さっきのこれと同じタイプです。はい、音色が違いますけどね。よくなりますね。まあどうだろうな、その好みによるんですけど、この総巻き好きな人はなんかこっちもいいかなって感じですね。こっちの方がちょっと音がなんか線がまあ細い気がします。こっちはまあゆったりきます。まあ、ね、音色似てますけどね、やっぱりちょっと巻いてるのと巻いてないと、まだあと丈の違いもあると思います。はい、じゃあ次いきます。天地巻きですね。天地巻き、これ6。
なるほど。OK です。これは、普通に好みです。だから好みの順、好みの順で言うと、好みの順で言うと、今のところこれぶっちぎり好みです。これぶっちぎり好みで。あとはあれかな、まあ見た目とか笛の感覚で、好みの順番で言うと、これ、これ、で、これとこれ一緒ぐらいな感じです。私の好みで言うとね。はい。まあ、これは、これがぶっちぎってます、今のところ。これが僕の好み。僕の好みで、まあ、僕の好みって、いにしえとか、いにしえとか、山岳笛とかの、コラーなんでね。いきますよ。ああ、まあ、これですね。あ、間違いないです。これ、これです。ちょっと吹きましょう、これ。まあ、1日経ったらね、もしかしたら好み変わるかもしれないですけど、今日のところはこれです、これです。どれ買いますかって言われたら、僕はぶっちぎりこれを買います。はい。何でも回しもんでもなりますよ。本当に自分の好みだけで判別してますね。一応ピッチは全部バッチリでした。ピッチは全部今確認してます。これで実はピッチは合ってます。はい。で、何も別に何の問題、だから全部別に何の問題もないです。全部100点です。点数っていうか、その、どれ買ったらいいですかって言われても全然おすすめ。ただ好みで言うと僕はこれが一番ね。この河原の群長もこれが一番、ね、一番好きです。はい。ということで、今回、これが選ばれました。はい。ということでね、動画をちょっと短く切ったらどうかって言われたので、ひでがつさん、100万円分吹いてみた企画、その1、序、どっちいいか分かりませんけど、終わりたいと思います。ありがとうございました。